はい、皆さんこんにちは、タビクマです。私は今成田空港第一ターミナルに来ています。ここまではですね、先ほど春秋航空で札幌から着いたところなんですけども、そちらの方もご興味があるようでしたら、ぜひもう上がってますので動画の方をチェックしてみてください。さて今回はですね、こちら、成田東京からですね、タイバンコクへ向かいます。利用する航空会社はジップエアですね。で今回はですね、エコノミーではなくて、ビジネスというかですね、フルフラットシート、こちらの方を利用したいと思います。それではですね、皆様ぜひ最後までご覧ください。それでは早速チェックイン、ちょっとまだ早いんですけれども、行けるかどうかカウンターをちょっと覗いていきたいと思います。はい、出発ロビー来ました。北ウイングですね。こちらはスカイチームとか使う、うわ、中国南方航空がすごいですね。ジップエアが空いてるけどどうなんだろうな、ちょっと突っ込んでみるか。とりあえず行ってみます。わかりますかね、シンガポールとロサンゼルスって書いてあって、まだできそうにないですね。バンコク行きですけど、カウンターオープンは14時5分、まあ搭乗手続き開始は14時5分ということで、今まだ13時2分ということで、まだ1時間先ですね。というわけでチェックインはまだなので、ちょっと空港の中でお昼でも食べてきますかね。はい、ちょっとまた空港の中というかレストランとかそのあたりをちょっと見ていきましょう。はい、なぜか中国語がよく聞こえますけれども、ショッピングダイニングはですね、まだ閉まってる店多いな。結構復活してると思ったんだけどな。はい、あ、他が閉まってるからマックがこんなに混んでると、ちょっとなんか探して食べようかなと思います。ちょっとローソンで、パンとお茶だけ買ってまたカウンターの方に戻ります。なんか並んでた方がいい気がするんでね。あと40分ですね。はい、今回ですね、ジップエアなんですけれども、エコノミーじゃなくてフルフラットの方を利用させてもらいます。ですね、普通に買うとというか、運賃が5万5000円ぐらいだったかな、なんですけれども、アメックスのキャンペーンというかオファーをやってまして、それがですね、2万ごとに5000円のキャッシュバックがあると。ですので、その5万5000円を食事とかいろいろつけて6万円にして、1万5000円のキャッシュバックを受けて、それで4万5000円で一応乗れるというような感じになってます。はい、シンガポール行きとロス行きのチェックインはだいぶ落ち着いてきた感じですね。今時刻は13時40分、あと25分でバンコク行きのチェックインは開始だそうです。まず先に、はい、はい、すいません、22時から、はい、はい、どうもありがとうございます。はい、時刻が14時、あ、まだ5分ですね。チェックイン自体はすぐ終わりました。で、先頭で並んでたのですぐやっていただきまして、でチェックインの時に必要だったものは、まあ、もちろんパスポート、それ と、予約表ですね。で予約表の方も、まあ、紙で印刷して持っていったんですけど、メールのものを見せても、スマホ上で見せても大丈夫だそうです。あとそれとですね、バンコクは、ワクチン接種証明書か、陰性証明が必要ということで、一応ワクチンパスポートですね、スマホのやつを提示しました。その3点ですねが必要だったものです。まあ、預け荷物もありませんので、機内持ち込みの手荷物も7キロまでですね。私は 6.7 キロということで OK でしたので、スムーズに行きました。それじゃですね、保安検査受けて、出国審査を受けて中に入りたいと思います。こんな感じでですね、人もだいぶ増えまして、見送りの方とかも増えてますね。じゃあもうどんどん行きましょう。はい、ここですね。はい、ここから行きます。はい、保安検査終了です。次は出国審査です。時刻は14時10分。保安検査と出国審査を抜けるのに5分ですね。まだまだ成田は空いてますので、さらっと行けます。こんな感じでですね、免税店はいくらか空いてきてるように感じますね。今もうちょっとで同じくジップエアのロサンゼルス行きなんですけども、これが出発なんですけども、ちょっとね、フォロワーさんが乗ってるので、もし会えたらいいなと思って今ちょっとそっちに向かってます。それじゃあ気をつけて、また来週、じゃあ気をつけて。はい、じゃあちょっとですね、今フォロワーさんをロサンゼルス行きに登場されるということで、それを
まあ、ちょっとお話しさせてもらってお見送りしてきました。そしたらですね、 ANA ラウンジですね、ちょっと遠い方の ANA ラウンジがプライオリティパスで入れるはずですので、そちらにちょっと行きたいと思います。この左側は一方堂ですね。めちゃめちゃ並んでます。はい、ラウンジの下まで来ましたけども、結構人が増えましたね。といっても海外の方が今見たらほとんどだったんですよね。なので、成田日本乗り継ぎのお客様が非常に多いんだなっていうのが分かります。はい、それではですね、今回ジップエアですけども、プライオリティパスで ANA ラウンジに入れますので、 ANA ラウンジの方を今回使わさせてもらおうと思います。では行きます。はい、そしたらですね、ラウンジ入りまして、もう早速シャワーを使わせていただもらいます。ですね、今受付でヒゲ剃りと、ヒゲ剃りと歯ブラシをもらってきました。あ、歯ブラシあったな。ですね、まず入ると左側にタオルと、コットンセットとヘアブラシ、それと歯ブラシがありますね。でこっちにはダイソンのドライヤーですね。こちらがアンバスアメニティが ANA さんは雪肌精を使っていますね。トイレがこんな感じで、あの ANA のシャワーの一番残念なのがこのトイレの蓋がないことなんですよね。中のシャンプーとかはこんな感じです。これですね、はい。でシャワーはハンドシャワーだけだったかな。はい、こういった感じになっています。 ANA さんのシャワールームです。それではちょっとシャワーをいただいて、また今度はですねラウンジの中行きたいと思います。そしたらですね、 ANA ラウンジの方に入っていきたいと思います。結構人がいる感じですかね。すごい、かなり広いラウンジなんですけどね、めちゃめちゃ人がいます。ちょっとじゃあこちらでいいですかね。そしたらですね、何か食べ物か食事のオーダーができるみたいですね。はい、ちょっと見にくいかもしれませんけど、ANA のラウンジの Wi-Fi をつないで QR コードを読むと、このようにですねお食事のオーダーができるみたいですね。だいぶ進歩しましたね。よいしょ。といっても今麺類しかないのかな。そうみたいですね、麺類しかないみたいですね。まあ、ちょっと今ドリンクを見つつ、どんなものがあるかね、ちょっと探し、実際に見ていきたいと思います。ここはサラダとサンドイッチ、こっちにパンとかがある感じですね。これはご飯とカレーですね。これは唐揚げとか、あとは席からオーダーできるっぽいので、ちょっとそこの唐揚げとか何個か持っていきましょうか。はい、すいません、オーダーをしたら持ってきてくれるものだと勘違いしてました。それは JAL の方ですね。で、これがかき揚げのそばと唐揚げと、あとポテトとさつまいもとか、その辺を取ってきました。それじゃあいただきます。それじゃあいただきます。感じですね。はい、ラウンジの中はますます混んでますね。時刻は16時14分です。それじゃあですね、ラウンジを出て搭乗口の方に向かいたいと思います。ちょっと遠いのでね、10分ぐらい歩く感じです。はい、ですね、ANA ラウンジがこの51番とかね、この辺り、ここら辺なんですけども、これから行くのは22番ですね。多分10分近く歩くことになりますね。じゃあ行きましょう。はい、一応ですね、機内食のオーダーはしてあるんですけども、やっぱ ZIP は LCC ですので、飲み物をねちょっとそこのセブンイレブンで買っていきたいと思います。はい、セブンイレブンがあって、こちらですね、トラベルラウンジ、あとこっちに KL 大韓航空のラウンジがあるんですけれども、そこがもしやってたらそこもプライオリティパスで入れるんですけども、あ、やってますね。はい、確かここもプライオリティパスで入れますんで、こっちの方が ZIP なんかだったら近いですね。はい、それじゃあですね、出発の22番ゲート、近づいてきました。搭乗時間まであと5分かな、な感じで22番ゲートのバンコクスワンナプーム行きZG51便です。
搭乗機材はですね、ボーイング787の、ダッシュ8とか、昔 JAL が使ってたやつですね。はい、1000円お願いします。どうもありがとうございます。はい、それではですね、搭乗ゲート通過しました。今回はビジネスクラスというかフルフラットシートですので、こちらから行きます。座席がですね、今回 1A ですね。で、搭乗機材はボーイング787-8、昔 JAL が使ってた機材ですね。それでは機内の方に入っていきたいと思います。どうもこんにちは。 1A かな。はい、すいません、ありがとうございます。はい、シートはこんな感じですね。はい、じゃあシートの方を見ていきましょう。こういった黒のシートでですね、ジップエアのロゴが入った枕カバーで、ベルトはですね、車のような感じで3点式のシートベルトになっています。はい、ではこちらから順番に見ていきましょう。こちらは緑色灯ですね、開くとつく感じですね。で、向きが変えられる、そういう感じです。はい、ではですね、こちらは小物入れはこんな感じが、特に開いたりとかないですね。で、こちらにコンセントとマルチのコンセントと USB の A が使えますね。チャージも使えそうですね。で、これは、クルーさんを呼んだりとか、あと照明ですね。で、横に行きまして、こういう感じでシートのリモコンですね。これは、これが現在のポジションで、これが、ちょっとリクライニング、これがフルフラットといった感じでしょう。で、起こさないでくださいのボタンもありますね。はい、じゃあですね、こちら、これが何かカゴになってますね。ちょっとしたものが入れられそうです。で、これはテーブルはどうやって出すの、あ、引き出す感じですね。よいしょ、ここちょっと引き出して手前にやると、こうぐーっと回ってくる感じ。はい、ここまで来ます。で、あとはこれを起こす感じかな。はい、こんな感じになっています。使いやすそうですね。これはこれもシートのリモコンだと思います。小物入れ的なものは結構少ないですね。で、ジップエアはですね、こういったシートでもモニターはありません。エコノミーの方もありませんし、こちらのフルフラットシートの方もありません。で、エチケット袋と安全のしおり、ジップエア787-8とあります。前も言ったかもしれませんけども、書き方は、ほぼほぼというか、もう JAL と一緒ですね。ここの色が違うぐらい。はい、それとですね、ジップエアの方は機内 Wi-Fi がこれが無料で使えるようになっています。それの使い方ガイドです。はい、そしたらですね、今アメニティをいただきました。いただきましたというか、これ実は購入してるんですね。機内食とかと一緒のパッケージのものですので、これは中身ちょっと見ていきたいと思うんですけれども、まずこれはタオルかな、それとスリッパ、かなり厚そうなスリッパですね。これ使うかな。それと、これは何だろうな、多分枕かな。中に空気を入れて使える枕ですね。ここにロゴも入っています。これは何だろうな、これはちょっと、あ、バッグかな、ごめんなさい、ちょっとこれが何かわかんないですけれども、後で多分字幕を入れておくと思います。はい、一応こんなアメニティをですね、袋に、こういった袋に入れていただきました。はい、ではですね、シートに座った感じこんな感じですね。ちょっと今落ち、荷物も片付いて落ち着いた感じなんですけれども、一応ここにこういったものがあるので、若干の個室感はあるんですけれども、結構ここのですね、開口部が広い、そんな感じですね。同じタイプの斜めの、スタッカーズじゃないや斜めの配列も JAL と比べると、こうちょっとですね、個室感はだいぶ減ってくる、そんな感じがしますね。はい、でこれでですね、ただ料金としても、普通に買っても5万5000円ぐらいで、今回6万をちょっと超えるようにして、アメックスのオファーですね、キャンペーンを使って4万5000円、4万6000円ぐらいかな。で、今回この航空券購入してます。片道だけなんですけれども、片道このシートで、フルフラットのシートで寝ていけて、4万5000円なら、実際は5万5000円ですけども、いければいいんじゃないかなという感じですよね。JAL の普通に東京発のビジネスクラス買うと、20万、往復で20万以上しますから、
まあ十分いいんじゃないかなっていう感じはしています。それじゃあですね、あともうちょっとで出発になると思いますけれども、バンコクまで5時間かな、5、6時間のフライトになりますけれども、そちらちょっと楽しんでいこうと思います。ベルトサインが消えるのも遅かったですし、今でも結構こんな感じで微妙な揺れは続いています。で、機内食なんですけれども、あらかじめ注文したものですね。この注文をしないとこの機内食というのは食べれないわけなんですけれども、さっき離陸前に紹介したアメニティと確かセットになっているやつですね。何種類から選べるんですけれども、今回はこのバターチキンカレーを選んでみました。それじゃあですね、これ開けてちょっと中を見ていきたいと思います。さっきからですね、一番前のシートなんでいい匂いがしてたのは分かってたんで、ちょっと楽しみにはしてたんですよね。はい、こんな感じですね。あ、美味しそうです。はい、美味しそうというよりも匂いがすごい美味しそうですね。それじゃあちょっといただいていきたいと思います。じゃあいただいていきます。食べてすぐはちょっと辛いんですけれども、後からちょっとこの バターっぽさ、バターの柔らかさが後から来る感じ、美味しいですね。時刻は日本時間で19時16分、夜の7時を回りました。ですね、今ちょうど画面の中央に見えてる光が那覇かな、沖縄本島ですね。こんなところまで来ています。まあでもまだあと 3,4 時間かかるのかな、そんな感じですね。じゃあちょっとフルフラットに来てみましょうか。こんな感じでですね、見えるかな、フルフラットになりました。よいしょ。もうちょっと今足元に荷物があるんでなかなかあれですけど、頭が今もうちょっとついちゃってるんで、 JAL のシートよりも若干狭いのかなっていう
狭いというか短いのかなっていう感じはしていますね。はい、ですね、今日の搭乗率ですけれども、だいたい6割ぐらいですかね。普通席もこちらのフルフラットシートの方もですね、だいたい半分ちょっとぐらいかなっていう感じで思ってます。はい、今機内放送がありまして、バンコクスワンナプーム空港周辺で雷雲が発生しているため、今上空待機ということでちょっと遅れそうですね。この時間に遅れられるというか、ちょっと待機させられると意味ぐれが込みそうでちょっと嫌ですね。まあ無事に着陸してくれればそれでいいんですけども。はい、わかりますかね、これ今サークリングが始まってますね。ご搭乗のお客様に操縦席の機長よりご案内申し上げます。ただいまスワノプーム空港の上空ですが、非常に強い、積乱雲がかかっておりまして、航空交通管制機関より、着陸させないとの連絡が現在のところ入っております。やはり航空交通管制機関の情報によりますと、あと15分後ほどいたしますと、状況が改善されるとのアドバイスも行っております。大変ご不便をおかけして申し訳ございませんが、どうぞもうしばらくそのお座りのままお待ちください。よろしくお願いします。申し上げます。はい、というわけで、ちょっとまだスワナプーム空港上空に積乱雲ですね、雲が出てるようですので、まあ、雷雲かな、出てるみたいなんで、もうちょっとサークリングみたいですね。ということで、ですね、スワノプーム空港無事に着陸いたしました。時刻が現地時間で21時40分ですね。まあ、機内放送でもありましたけども、5分ほど早い着陸というか到着になりそうですね。今機内放送でですね、今まだスポットにつけない状態ですね。先ほどからの雷雲の影響で地上作業がストップしていますと。で今、この機体、このジップのこの飛行機が入るスポットがですね、今他の飛行機が入っててまだ使えないということで、それの出発待ちですね、スポットが開くのを待っているような状態です。外はですね、結構雨が降っている、そんな感じですね。グラブタクシー来てくれるかな。まあちょっと車が捕まんなかったら、ね、なんか列車で行った方が早いかもしれないんで、ちょっとその辺も考えておきましょう。
はい、バンコクスワンナプーム空港到着しました。飛行機から降りました。時刻は現地の時間で22時10分、夜10時10分です。はい、外は結構雨降ってますね。で、空港の中はエアコンが効いてて非常に涼しいです。さて、今回はどのぐらいで入国できるのでしょうか。あ、見事に端っこについてますね。はい、水色の雨ですね。もうタイランドパスとかそういうものもありません。イミグレーション行きましょう。はい、シートも 1A だったので、先頭で今出てきてますね。飛行機がなかなかついてなかったのかガラッガラですね。こんだけ誰もいない通路ってのも久しぶりというか多分初めて見たんじゃないかなっていう、そんな感じですね。後ろは来てんのかな。はい、こんな感じです。ちょっと遠いですけど頑張って歩いてイミグレ行きたいです。はい、でもジップエアのフルフラットシート初めて座りましたけど、初めて利用しましたけども良かったですね。あの個室感っていうのは JAL のスカイスイート3には若干劣るようなところがあったんですけれども、椅子の座り心地なんかはね結構良かったと思います。ただですね、あの小物入れとかがちょっと全くなくて、その辺は不便だなというふうに感じました。まあ、機内食も美味しかったですし、これで5万5千円、まあ片道ですけれども、まあ、ちょっとあのキャンペーンとか使って4万5千円ですけれども、かなりお得な感じはしますね。マイルとかがたまらないんでね、ちょっとその辺はあれですけど、ただ来るっていうだけだったら非常に使える、そんな感じですね。ジップエアの、まあ、エコノミーでも十分いいですし、ちょっと余裕があればフルフラットですね。 JAL のビジネスのよりは全ものすごく安いですから、それ考えるといいと思います。はい、だいぶ歩いてきましたね。多分5、600メーターある感じ。ただこういう風にね動く歩道がもうずっと歩いてきてるんでいくらか楽ですけども、結構遠くにつけられましたね。はい、じゃあイミグレーション入ります。あ、ちょうどいいタイミングですね。今ちょうどガラガラです。はい、それじゃあ、入国審査行きます。一旦撮影止まります。時刻が10時19分ですね。10分かかってませんね。ほとんど歩いた時間で、まあ、こういった状況でたまたま人がいなかったのかもしれないですね。ジップエアの、荷物の受け取りのベルトは19番なんですが、今回私荷物は預けてないのでこのまま出られます。はい、でですね、いつもここで SIM を買ったりとかしてるんですけれども、ですね、ちょっと前からですね、ドコモのアハモですねを使い始めまして、とりあえず SIM が必要ないです。ですのでこのままもう出ちゃって、市内に向かいたいと思います。ただですね、現金が今全くないんで、ちょっと ATM に行ければいいななんて思ってます。はい、じゃあ EXIT ということで、もうこれでタイ入国ですね。はい、時刻は22時20分、10分で入国完了です。はい、はい、こんな感じです。あ、そこに ATM があるからちょっと寄っていきましょう。はい、じゃあこれからですね、グラブタクシーちょっと呼んでみましょう。この雨で来てくれるかどうかわかんないですけども、とりあえずちょっと呼んでみます。はい、なんとかグラブ来てくれそうですね。はい、それじゃあそっちの9番出口に行ってみましょうか。まあまだもうちょっとかかるんで、エアコンの効いてるこの中にいてもいいかな。そんな感じですね。はい、それではですね、バンコクスワンナプーム空港到着いたしました。ですね、ジップエアですね、ジップエアでバンコクを初めて来たんですけれども、フルフラットシート良かったですね。はい、まああのぐらいの金額で、まあ5万5万5000円6万ぐらいで、JAL のビジネスの料理は全然いいですけれども、しかもまあエコノミーで来ればね、2、3万でサージャージなしで来れますからね、まあエコノミーで来ても十分だなっていうふうには感じてます。はい、それではですね、今回の動画はこの辺りで失礼させていただきます。次はですね、バンコク市内で何かちょっと動画が撮れればいいなというふうに思っていますので、そちらの方もぜひ楽しみにしていてください。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。 Twitter、Instagram をやっておりますので、フォローとチェックをお願いいたします。この動画に対するコメント、高評価いただきますと大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。